宇宙は一体どこまであるの？今回はアルタイルからスタートです。ねえこぼんぼん、働き猫のねえこぼんぼん発動しました。この時はまだパパのパパには進化していません。後パパのパパに進化しております。コメント欄で教えていただいたんですけども、いつの間にかね、岩五郎が大五郎に戻ったんだけど、気づかないままずっといました。あの、私の推しのキャラなんですけど、推しのキャラなのに気づかないってどういうことでしょう。あ、来た。ミニスペースサイクロン。お、割と難なく倒しました。勝ちました。続いての星はシリウス。出撃条件20体までです。ではいざ出陣。あー来ました。あれ、なんか後ろからなんか五光が差すかのように光がこう斜めに差し込んでます。これはあれですね、あれの光ですね。あれって一体何でしたっけ、名前が。あ、チンアナゴじゃない。でもその正体がなかなか出てきません。あ、で、ちょぴっとちょぴっと出ました。正体がはっきりとね、姿がはっきりと映る前にうちのあの姉さんたちにやられたようです。勝ちました。では続いてカノープスへいざ出陣。こちらも出撃条件は20体までです。城と城との間で激闘が続いております。さくらちゃんが頑張ってます。あ、さくらちゃん消えました。さくらちゃんファンの皆さんごめんなさい。勝ちました。続いての星はベーガです。ここからですね、出撃可能なキャラクター条件1ページ目のみとなっております。
相手側も粘ってます。相手側も粘ってますが突破しました。勝ちました。続いてはアルデバラン。これこちらも出撃制限1ページ目のみです。あー、なんか赤い球体がやってきましたよ。赤い球体、いかつい球体が。チー穴が結構なね、結構な距離からね攻撃してくるんですよね。あ、でも赤らが王は消えました。あら、チンアナご兄弟、うちのクロノスを引き寄せましたが、あ、クロノス倒れました。ちょっとこれはまずいかな。負けました。これはどうしたらいいんだろう。クロノスをワープ向こうのデスハーデスに変えてみました。あら、いいんじゃない、いいんじゃない。スペースマンボルブ消えました。チーアナも消えました。勝ちました。ということで、私は勘違いとか間違いが多いので、コメント欄で教えていただけるととてもありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。